皆さん、こんにちは。久保純一と申します。信託には、受託者、委託者、そして受益者の立場で関わってきました。本日は、企業年金信託について、年金制度全般を簡単に説明しながらお話しいたします。まず、年金とは、簡単に言うとこういうものです。バリバリ働いている間は給与などの収入が結構ありますが、年を取ると収入が減ってきます。それを補ってくれるのが年金です。年金にはまず国が運営する公的年金があります。具体的には国民年金、基礎年金と厚生年金、被用者年金になります。これに加えて民間の自助努力で行われる私的年金があります。具体的には。このようなものです。今日はこの中の企業年金についてお話しします。企業年金には次の3種類があります。確定給付企業年金は、というものです。確定拠出企業年金は、というものです。厚生年金基金は、というものですが、新設は、認められていないので、省略します。確定給付企業年金のイメージは次の通りです。まず、企業は従業員との間で、従業員が一定の年齢に達したら、ある算式に従って計算される金額の年金を決まった期間支払うことを約束します。企業は将来の年金の支払いに備えて掛け金を拠出して積み立てていきます。年金支払いのために準備しておく資産のことを年金資産と言います。年金資産は将来の支払いのために必要な金額まで増えるよう株式や債券、不動産などに投資されます。なお、掛け金の金額は、このように投資によって年金資産が増加することを前提にして決められています。従業員が一定の年齢に達すると、企業は
約束通りに年金を支払います。では、投資がうまくいかず、年金資産が足りなくなってしまったらどうなるのでしょうか。その場合は、企業が不足部分を補填し、約束通りに年金が支払われるようにします。確定給付企業年金の要点は次の通りです。このように、確定給付企業年金とは、年金資産の投資の結果にかかわらず、企業がその責任で約束通りの年金を従業員に支払う制度です。確定給付企業年金には、次の2種類があります。規約型は、というものです。基金型は、というものです。基金型は、従業員の数が多い企業が選ぶことができます。また、基金型は、規約型に比べて、企業からの独立性が高いとされています。年金資産の管理・運用は次のように行われます。この中で、1の信託契約を締結して行われるものを企業年金信託と言います。規約型確定給付企業年金の仕組みは次の通りです。企業は従業員と年金規約を締結します。これが4ページ目の年金給付の約束にあたります。次に、企業は信託銀行や生命保険会社などと信託契約や生命保険契約などを締結します。これは年金資産の管理・運用や年金の支払いなどを行ってもらうためです。そして、掛け金を預けていきます。信託銀行や生命保険会社などは、預かった年金資産を投資して、年金資産を増やしていきます。そして、受給権者が一定の年齢に達したら、年金資産から年金を支払います。基金型確定給付企業年金の仕組みは次の通りです。企業は従業員と年金規約を締結します。
次に、企業は年金規約に従い、企業年金基金を設立します。そして、企業年金基金は、年金資産の管理、運用や年金の支払いなどを行ってもらうために、信託銀行や生命保険会社などと信託契約や生命保険契約などを締結します。企業年金基金は、企業が払い込んでくる掛け金を信託銀行や生命保険会社などに年金資産として預けていきます。信託銀行や生命保険会社などは、預かった年金資産を投資して年金資産を増やしていきます。そして、受給権者が一定の年齢に達したら、年金資産から年金を支払います。規約型確定給付企業年金信託の仕組みは次の通りです。従業員と年金規約を締結した企業は、信託銀行または信託会社と指定金銭信託契約を締結します。そこで、企業は委託者、信託銀行等は受託者、従業員、受給権者は受益者となります。企業は掛け金を信託していき、信託銀行等は年金資産を信託財産として預かります。信託銀行等は、年金資産を企業に指定されたやり方によって投資して、年金資産を増やしていきます。そして、受給権者が一定の年齢に達したら、企業に代わって年金資産から年金を支払います。新型確定給付企業年金信託の仕組みは次の通りです。従業員と年金規約を締結した企業は、年金規約に従い、企業年金基金を設立します。企業年金基金は、信託銀行等と指定金銭信託契約を締結します。そこで、企業年金基金は、委託者兼受益者、信託銀行等は受託者となります。企業年金基金は、企業が拠出する掛け金を信託していき、信託銀行等は年金資産を信託財産として預かります。信託銀行等は年金資産を企業年金基金に指定されたやり方によって投資して、年金資産を増やしていきます。
そして受給権者が一定の年齢に達したら、企業年金基金は信託銀行等から年金相当額を受け取って年金を支払います。確定給付企業年金信託の要点は次の通りです。指定金銭信託の金銭信託とはこのような意味になります。指定金銭信託の指定信託とはこのような意味になります。次に確定拠出企業年金についてお話しします。そのイメージは次の通りです。まず企業は従業員との間である算式に従って計算される金額の掛け金を決まった期間拠出することを約束します。企業は掛け金拠出の約束に従って従業員ごとに区分して掛け金を拠出していきます。つまり図のように年金資産が A さん用、B さん用という形で積み立てられていきます。年金資産の投資対象として投資信託、保険、預金などがあらかじめメニューとして用意されています。従業員はメニューから選んだ投資対象に自分の年金資産を投資するよう指図します。そして年金資産はその指図に従って投資されます。ですので A さんと B さんの選び方によってその年金資産の投資対象は異なってきます。もちろん結果も。従業員は一定の年齢に達すると、それぞれの年金資産の運用成果に基づいた年金の支払いを受けます。確定拠出企業年金の要点は次の通りです。つまり、年金資産の投資がうまくいかなくても、それは各従業員の自己責任であり、企業は穴埋めしないということです。確定拠出企業年金の仕組みは次の通りです。企業は従業員と年金規約を締結します。企業は年金規約に従って確定拠出企業年金を運営する運営管理機関を選び、運営管理業務委託契約を締結します。さらに企業は年金資産を管理する
資産管理機関となる信託銀行等を選び、資産管理契約を締結します。ここで、企業は委託者、信託銀行等は受託者、各従業員は受益者となります。そして企業は拠出する掛け金を信託していきます。年金資産は各従業員に区分して管理されます。従業員は用意されたメニューから投資対象を選んで運営管理機関に運用指図を行います。運営管理機関は従業員からの運用指図を取りまとめて資産管理機関に運用指図し、資産管理機関はそれに従って年金資産による投資を行います。従業員は一定の年齢に達すると運営管理機関に対して年金給付を請求します。運営管理機関は年金給付の請求を取りまとめて資産管理機関に支払いを指示します。資産管理機関はそれぞれの運用結果に応じた年金を支払います。このように、確定拠出企業年金においては、運営管理機関が重要な役割を果たします。以上が企業年金信託についてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。